2015年12月10日今回は好き率が 30% のセニングですね。これは美容学生からベテランの美容師さんまで様々いろんな人が使う 30%、 大体の人が1本は持ってると思うんですけど、なのでハサミの種類自体相当にいっぱいあります。で、選び方が分かりにくい、どういうのを使ったらいいのか分からないと思うのでちょっと説明していきます。はい、まずはこちらのセニングから。こちらこの串のところが V になってます。 V というとこういうふうに溝が V の字になっていて、これ一昔前にこうよくあったすきばさみの形なんですけど、この時にこの部分は切れるんですけど、ここですね、ここの部分は刃がついてないものもあって、結局ここに髪が挟まると髪の毛を潰した感じで、もしくは半分だけ、髪の毛一本の半分だけ切れてしまって、そこから枝毛の原因とか白いのが出てきたりっていうのが昔はあったんですけど、現在ではそれを踏まえてこういう感じで角度がついてる、この部分に角度がついてて髪の毛がしっかりとここに流れるように作られていることが多いです。で、実際に近くで見た時に分かる部分もあるんですけど、実際髪の毛にまっすぐ入れて切る、で、そこで引く、この抜け具合、あとはこれだけじゃなくてこうやってちょっとハサミを角度をつけて入れる、で、ここでの抜け具合、反対側も同じように、で、これで根元で、この刃先の部分、こう3段階ぐらいにこう角度を変えて入れて抜け具合をチェックすると、このセニングは髪に対してどうなのかなっていうところが分かると思います。で、他にもこういうちょっと太めのすきばさみなんかに多いのが、こういう形のこういうふうにギザギザになってるのも多いです。これは切れるところがずれてるためにラインがバツッとならなくて、例えばこういう感じの切り口がこれだとしたら、こういうふうにギザギザになってるものはちょっとこういうふうになじみやすい切り口になってきます。それも実際にはこの切れるところじゃなくて、ここの部分、ここですね、ここの部分を見て、実際にウィッグなどでいろんな角度で入れてみて、こう早くしたり根元の方角度を変えたり、そういうところで実際にセニングはハサミの表と裏、こっち側とこっち側、こっち側とこっち側と角度をいろいろ変えて、この胴刃側が切れるので、こういうふうに角度を変えて左右での そぎを合わせていきます。なので、実際にこういうふうにすきばさみを入れてみて、抜けがいいものを、あとは溝の形なんかを見て、それぞれハサミのメーカーさんいろんな形があるので、あ、これはこういう風になってるんだなとか考えながら選ばれると楽しく自分のお気に入りを見つけることができると思います。はい、あとはすきばさみとかで、もしあすごいいいのがあったなとか、自分はこれを使ってるけどとてもいいですよとか、そういうのがあったら、よかったら僕に教えてください。今回は以上でした。